バラ色ガモは、カモモクカモカバラ色ガモ属に分類される鳥類。本種のみで、バラ色ガモ属を形成する。インド北東部、ネパール中部、ミャンマー全長62センチメートル。翌蝶雄25から28.2センチメートル。メス25から26センチメートル。交際は大蛇色。講子は、暗赤色。オスは、後頭が、やや隆起する。頭部から、 後首にかけての歯衣が、単石紫色や、ピンク色で、全身の歯衣は黒い。自列風切りの光沢は、橙がかったピンク色。風切り葉の外縁は、単石色。森林内にある、湿性草原や湿原、故障の周辺などに生息する。数羽からなる、小規模な群れを形成して生活する。樹上に止まったり、潜水することはない。植生は、植物色で、 ウキクサ科の植物などを食べる。繁殖形態は卵生。竹が高い茂みの中に巣を作り、5から10個の卵を産む。開発による生息地の破壊、乱獲などにより生息数は激減している。インドでは1935年以降発見例がなく、ネパールでも19世紀に絶滅したと考えられている。 ミャンマーでは1970年代に不確実な発見例があるものの絶滅した可能性が高い。ありがとうございます。